今夜も浜はバーディナイト。ほらエンジョイ。こんにちは。今日はタヨフルパレットでも紹介した横浜ビールの飲み比べをしていきたいと思います。イエーイ。すごいでしょ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9本、9種類なんですけど買ってきました。これから飲み比べしていきたいと思いますが、ちょっと一人だとね、さすがにそんなに強くもないので、今日はなんと相棒を呼んできました。早速呼んでみたいと思います。ミキティ。はい、みんなのミキティです。ミキティマウス。はい、こんばんは。いや、そういうのいいや。はい、というわけで、いや、ありがとう、ほんと。はい、ありがとうございます。大好き。ビール大好き。あ、じゃあ一緒だね。そうだね。うん。まあ、主語だから。主語らしいです。ね、いや、私でもミキティとあんまり飲んだことないよね。ない。仲いいけど、お酒飲む機会あんまりないもんね。ないね。実は、不仲、うん。いや、やめろよ。不仲説みたいな。やめろよ。ないんですけど、今日は飲みたいと思います。イエーイ。今日は、私がね、ラジオで紹介した地元のその横浜ビールっていうのを、ミキティ飲んだことないよね。ないかも。ないよね、だって。横浜で作られてるビール？そう。そうなの。で、ちなみに言うと、もう紹介しちゃうと、これは、セアの小麦使ってます。へぇー。これ。美容 YouTuber やん。うちらには程遠いんよ。こういった。すごいよね、9種類もあるの。すごい、うん、じゃあ早速開けていきましょうか。イエーイ。イエーイ。じゃあまずはこちらのアルトから行ってみたいと思います。どんな色なんですかね。楽しみやな。ね、行こう。開けるか。いきます。開けないとか。初めでしたね。はい。はい、じゃあ行きます。おー、あ、うわ、結構茶色い。すごいね。こんぐらいでいいかな。茶色いですね。結構濁ってる色、うん、なんか香ばしそう、うん、いいね。じゃあ次、横浜ラガー行ってみたいと思います。ラガー結構違うんじゃない、はい、これはさっきのよりはちょっと違うんじゃないかな。あ、でもこれもちょっと香ばしそう。いや、でもやっぱちょっと薄いよ。そう、さっきのがかなり濁ってんの。苦味もありそうですね。色がわかるかな。かる。次、同士の湧き水仕込み行ってみたいと思います。気になる。水仕込みだからね。すごい、やっぱりお水がでもさ、大事だからさ。ほら、薄い薄い。薄いね。ちょっと薄い。やっぱ水で割ってる。アメリカみたいな。水で割ってるって。どんどん薄くなってってるね。すごい薄くなってる。楽しいね。次、ペールエール行きたいと思います。空気読んだ？ペールエール。空気とかないから、別に。ビール空気読んでるわけじゃないんだ。どんどん薄くなってるよ。うん。どうかな？薄くなるよ。お、あ、ちょっと空気読めなかったかもしれない。なるほど。でも同じ感じかな。同じやね。うん。ちょっと空気読んだかも。ちょっと読んだ。じゃあ次、ピルスナー行ってみたいと思いまーす。頼むぞ。何を頼むの？何を頼むの？あー！あていきます。すごい手かかってるけど大丈夫そう。お、水も滴るね。いい女、うん、いいビールということで、すっごいビールのいい匂いがしてます。私の服にかかってますね。はい、全然大丈夫です。ビールね、浴びれるぐらいがちょうどいいってことで。まあ、その方があなたも幸せやろ。そうですね。私あんまりここがないのでいいですか。はい、次、気を取り直して、はい、続いて、しっかり行こう。バイツェン行ってみたいと思います。いや、バイツェン聞いたことあるの。ドイツ、ドイツ、ドイツのビール。最近ね、誰か、クソセット、はい、ね、出てたから。すごいよ。はい、じゃあちょっと行ってみたいと思います。プロストしたいです。知ってる？あ、わかんない。え、ちょっとちょっと何ちょっと、どう。え、なんかさ、いい感じに空気読んでるよ、みんな。いい感じですね。うん、いい感じ。はい、じゃあ続いて、この缶、3つも行ってみたいと思います。これがね、横浜ラガーですね。横浜ラガー。横浜ラガーさっきもあったよね、こっち。これとはでもちょっと違うんだね。柑橘、こっちは。こっち柑橘。こっちは？これは、しっかりしてそう。してそう。見た目からして。
いきまーす。あー、いい音だね。いい音だね。なんか黒船って感じする。まあ、黒ビールじゃないんだけどね。あー、すごい、なんか。で、次がですね、こちら来ました。横浜ウィート。これは、瀬谷の岩崎農園さんで作ってる小麦から作ってます。すごい。ということで、私はまあね、ラジオでも言ったんですけど、かなり横浜ウィート推しですけれども。へー。はい。まあ今日は飲み比べなんでね、ちょっと、行ってみたいと思います。いい音だね。いい音やね。じゃあ、どんな感じか。これね、結構ね、白い。そうなんですよ。飲みやすい感じ。で、こちらが、浜黒です。黒ビールなのかな？浜黒。そうやな。いい音だな、ほんと。最高。いや、こんなさ、撮影で飲めるなんて幸せすぎるよ。しかもこんな何種類もね。うん。うわー、すごい、来た来たー、来た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 ー、ガングロ。ガングロ。いいねー。はい。というわけで、ついでみましたー。イエーイ。今から、飲み比べていきたいと思いまーす。うわうわくっくっマングース。早速。アルトからね。車の名前みたいだね。アルトってあるね、確かに。あるよね、軽自動車で。香ばしそうだよね、もう見るからに。マジで？匂いは？あ、すごい香ばしい。おじさんこの女ダメだわ、コメンテーターとして。正直でいいけどさ、はい、うん。正直でいいけど、ね、おじさんの匂いって。まあ、いい、ホップの匂いが。でもそうだね、香ばしい。じゃあまずは乾杯を。ね、乾杯の温度。せーの。乾杯！え、美味しい。美味しい。あ、渋い。え、嘘？うん。後から来る。あ、ほんまや。今ベロの奥で分かった。見た目よりはそこまでくどくない。うん、なんか最初さらって入るけど、後から苦味くるような、うん。あ、苦いわ。うん。香ばしい。香ばしい。なんか、うん、喉の奥で焼けてる感じ。まあそうだね。なんか喉の奥でパン焦がしてるみたいな感じ。そう、そう。ほんまにそう。ほんまにそうなんです。皆さん、気になった方、買ってください。いや、それで買うかよ。そんなコメントで買いたいと思う。え、思うよ。本当に分かりませんからね。え、これよ。本当に？ソーセージとかと合いそう。あー、ソーセージとか、癖のあるチーズとか合いそうですね。あー。うん、さすが姉さん。まあね。私も勉強します、まうん、え、すごい、もう全部飲んじゃう、美味しい。ふぅ、アルトでした、イエーイ。次はね、はい、横浜ラガーよ、行ってみたいと思います。さっきより色が薄くなった、ね、薄くなった感じ、若干マイルドなんかな、ね、多分そうだと思う、ね、じゃあ行ってみようか。乾杯。乾杯。これ9回やんのかな。あ、甘っ。柑橘、うん、結構フルーティーっていうかね、フルーツビールって感じ、うん、香りもいいし、うん、苦味もちょこっとある。さっきのがあれ、いきなり苦いの飲んじゃったのかも、ね、そうだね。これはね、割と軽いかも。でもさ、最初フルーツやけどさ、後から苦味くるよな。そうだね、しっかり、うん、口当たりは良い、うん、口当たりがフルーティーで、うん、後からちょっと重み、匂いも甘い、うん、果物の匂いしや。そうだね、そうだね、果物っぽいかもしれない。美味しい。アルトも横浜ラガーも、うん、音楽で言うとなんかこう重低音、おなんかめっちゃロー聞いてんなみたいな。いいよ、後からロー来るみたいな。いいよ。もっといこう。最初はなんかハイ割とめっちゃ出てるみたいな。でもビート乗ってたらめっちゃブーンつって低音がブーンブーンみたいな。それどっち？さっき音か今の。アルトがやっぱめちゃくちゃ重低音を聞いてる感じですね。あ、分かる分かる。もうずっしりくるから、そうそう、ブーンみたいな。ブーンブーンで、そう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 、こっちが、これがなんか、まあそのいいところとってる、そのとっていいよ、うん、でしょ、うん、やっぱさ、だってミュージシャンだからさ、 うちはミュージシャンの会話しないとね、うん、気になった方はぜひ。これ自分でついで持ったんですけど、めちゃくちゃ継ぎすぎました。だんだん自分のだけ継ぐのもめっちゃ薄いんですよ、この人。これぐらいしかついてなくて。飲み比べだからね。確かに、間違いない。がっつり入れすぎた。みんなの飲みじゃん、これ。いや、皆さんに色が分かりやすいように、色味を伝えたくて。やっぱ色味伝えないとさ。だね。
ごめん、私が間違ってた。すごい、姉さん。コーチでーす。まだ9分の2。じゃ、続いて。続いてはですね、ちゃん。同志の湧き水仕込み。飲み比べていきたいと思います。いいね、ちょっと気になってた。これは気になってた、うん、で名前もさ、ラガーとかアルトとか、うん、ペルスナーとか、まあいろいろさカタカナで来てるけど、これはもう道志村のね湧き水を使った湧き水仕込みなんでね。どういう感じだろうな。予想はみずみずしい感じ、プルンプルンなんじゃない、お肌。お、じゃあ飲んでみようか。いいよ、飲もう。乾杯。やっぱりみずみずしい。うん、水割りやね。水割り、水割りをください。何それ、全然知らなかったし、もういいよ。ほんとみずみずしいし、うんうんうん、ライトな感じ、うんうん、飲みやすい。めっちゃ飲みやすいかも。今3個の中で一番好きかも、うん、飲みやすいの好きなんだ。飲みやすいの、飲みやすいのさ、ガブガブ飲んで酔っ払うタイプでしょ。そうだね、ま、もうちょっと酔っ払ってる気がする。え、100だったらまだ 2% ぐらい。あ、そう、うん、言うね。じゃあもっとつけばよかったね。あれ、姉さんスピードが落ちてますよ。え、怖っ。やっ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 、乗せんない。おお、同志の湧き水仕込みいただきました。美味しかったです。続いてはペールエール。イエイ。さっきよりちょい濃くなったかな。そうだね、同志の湧き水仕込みよりはちょっと色が濃いめかもしれないね。ちょっと苦味もありそう。いつものビールとって感じ、近そう。じゃあ飲んでいきたいと思います。乾杯。乾杯。ん、匂いが違う。今飲んだ中で一番好きかも私。うん、飲みやすいかも、うん、あね、アメリカンスタイルだねこれ。飲む前にめっちゃ匂いしやん。うん、した、ふわって、した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 。さっきが白ぶどうやったら、これがパイナップルみたいな匂いじゃない？確かに。匂いはね。確かに。ちょっとパイナップルっぽいかも。うん、パイナップルがこぼれ落ちるぐらい。ほんまにパイナップルの匂いする。バランスがいいね、これね、うんうん。バランスが絶妙かも。めっちゃ美味しいわ。絶妙なバランスだわ。し。いや、すごいいいよ、これは。私、これ好きかも。ペールエール一番好きかも。はい。ごちそうさまでした。続いて行ってみたいと思います。イエイ。次はピルスナー、緑のラベルですね。色は割といつも飲んでるビールに近いような色味がね、そんな感じするよね、うん、じゃあ飲んでいきたいと思います。乾杯。乾杯。いつものビールと似てる。ええ、嘘。そう、ちょっとしょっぱい感じがする。んちょっとこうお上品な感じしない？うん、しないらしい。普通のご飯とか食卓に合いそうじゃん、うん、一番この中でやったら、うん、これか湧き水やと思う。あ、合わないね、趣味合わない、どうやら合わないみたいな。はい、ごちそうさまでした。美味しかった。なんか今ね、あの生ハムをこう食べてたような感じがする。後味はこれしょっぱい、本当にプレミアムビールだね。いいね、うん、美味しかった。美味しい、うん、はい、おめでたいも挟みながらいきたいと思います。じゃあ最初から見比べたら多分分かると思うけど、めっちゃ2人ともさ、ね、赤くなってると思う。多分でも私あんま赤くなんないって言われるんだよね。なってると思う。なってる、分からへんけど、見た目がさあんまり酔ってるって分からないから、酔っ払ってるのに酔ってないって言われるの。引くって、あの酔っ払いやん。ミキ逆に酔っ払ってないのにめっちゃ顔赤いで、もう酔っ払ってる大丈夫って言われる。めっちゃ良くないそれ。私酔っ払ってないと思われて飲まされるやろ、うん、うん、飲まされちゃうタイプだね。大変やね。じゃあ気を取り直してバイゼン行ってみたいと思います。白ビールだね。ちょっと白っぽくない？ちょっと白く濁ってるね。じゃあ乾杯。乾杯。あ、フルーティーかも。ワインの匂いがすんの。飲みやすい。めっちゃサラーっていける。ラジオでも紹介したんですけど、ランドマーク69階のスカイガーデンで、その初めてこの横浜ビールを見つけた時に飲んだのがバイゼンなんですけど、これね、すごい飲みやすくて、うん。確かに飲みやすいわ。白ビール。南ドイツスタイルっていうね。いいね。R&B とか流したいよね。いいね。ね、流したいよね。こういう感じで、音楽に溺れて
で汁ビール飲みたいよね。わかる。あ、だいぶね体内のこう入り込んできてますね、横浜ビールが。おお。でもやっぱ横浜なんで横浜のビールは入れとかないとなって感じですね、体内には。はい、まあ、常に入ってないと。そうそう、常に。今夜はパリ系じゃないわ。今夜は浜でパーリーないとか言えないもんね。全然違うし、なんか本当に今夜の浜はパーリーないですね。やばい、なんか下品な女みたいな。え、今、え、知らなかったの、うちだけ。うん、うちだけ。やばいんだけど。よっ、あ、最後にもフルーティーな感じがする。締めもフルーティー、めっちゃいい、うん、フルーティーな味わいで締めます。バイゼン、シーポーポーポーというわけでバイゼンでございました。美味しかった。美味しかったね、うん、これ飲みやすいね。飲みやすい飲みやすい。はい、というわけで横浜ラガーの缶の方ですね、こちら飲んでいきたいと思います。見て、この倍以上よ、3分の1。あんたさ、やる気あんの。自分を守るためやね。乾杯。はい、乾杯。いただきます。あ、これ苦い。あ、そう、私これ美味しいわ。ちょっとお醤油っぽいって言ったら合ってるか分かんないんだけど、うん、しっかりしてる、香ばしいかな。これこれさ、結構お肉に合うよ多分。ほお、お肉に合うと思います、これ。よっ、美味しい。7杯目。しっかりしてます。はい、しっかりしてた。しっかりしてる。しっかりめ好きな方は、どうぞ。どうぞ。ラジオネームがない人にマングースとかつけちゃったりしてるから。とんだ迷惑やねん。かわいそう。マングース身になった人たち、かわいそう。いや、まだ被害に遭ったの一人しかいないから。あ、被害に遭ってるんやね、うん、でも。かわいそうに。でも、これからどんどん。それが増えていくと思ったら可愛いね。いマングス1、いや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 、マングス3。違う、分かりにくいから名前は変えていくよ。あ、変えるんだ、うん、マングースから。うん、じゃなくて、あなたはマングースねっていうのもう分かってるから本人。あ、そうなんだ。本人も俺マングースなんだって分かってるから。それってどうなん。いや、でも喜んでたよ。あ、喜んでんだ。この前メールくれて、あの、喜んでくれてた。あ、喜んでんだ。俺マングースだっていう自覚があるから、他の人はマングースはもうつけない。おー、うん、それは嬉しいわ。うん、うん、でしょ。じゃあ次生ハムとかつくかもしれない。でもそれだったらマングースの方がいいよね、みんな。まあね、引きは強いよね。パンチはある言葉だと思う。結構あるよ、マングースって何って思う、うん。まあマングースだよね、やっぱり。あ、動物マングースって。え、そっからそっからなんか土地かと思ってたわ。え、マングースっていう土地、え、怖すぎやない。どこの国わかんない。なんかあの砂漠の方のマングースって。続いては横浜ウィート。横浜小麦っていう名前ですね。そうですね。一度飲んだことあるんですけど、これなんと私の地元横浜瀬谷の岩崎農園さんで一から育ててる小麦を使ったビールなんですよ。おー、ちょっとこれはね、やっぱり押していきたいなって思います。瀬谷ちゃん推しね。はい、ドヒイキしていきたいと思います。はい、やっていこう。どうぞ。軽めが好きってことなんで、うん、割と飲みやすいんじゃないかな。楽しみ。行ってみたいと思います。横浜ウィート。乾杯。乾杯。ほら、もうね、この口当たり飲みやすいのよ。飲みやすいでしょ。しかもいい匂いがする。うん、やっぱセヤだからね。なんか色も綺麗。今一番スッって入ってきたの、水みたいにすっごい入ってきたの、これなんだよ。確かに。でも飲みやすくない。うん、めっちゃ飲みやすい。ゼリーは言い過ぎなんだけど、トゥルンって入ってくるの。言い過ぎじゃないよ。わかる。うん、なんかプールで言うとウォータースライダーみたいな感じ。シュワーみたいな。ちょっと私にはわかんないで、皆さん飲んでみてください。ほら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 、今駆け巡ってる。うん、いや、駆け巡ってるんじゃなくて、飲む瞬間飲む瞬間にウォータースライダー開始する。そう、シュワーって入ってくるの。いくよ、見てて。うん、この瞬間ジュワーって。やっぱね、これはね、瀬谷の小麦ならではだと思いますね。岩崎農園さんの愛情を込めた小麦、うん、愛情はわかる。
9種類に紹介してるんだけども、これが一番です。これ一押し。よ、引きよ。いやでもほんとそれぐらい美味しいですね。美味しい。後から来る苦味とかが一切ない。うん。うん。めっちゃ飲みやすいよ。ない。ミキも好きかも。お、いただきました。好きです。これほんと美味しいね。あ、結構早くすんなりいけました。ほんまよ。うん。つるんといっとるわ。つるんといけましたね。お水みたいな感覚。というわけで、じゃあ、最後になりました。すごい、ラスボス感溢れない？ラスボスだよね、これ。黒だよ、真っ黒。ガングロです。浜黒。横浜の黒ビールということで。はい。黒ビールは、ちなみに。黒ビールね、大好きなの。あ、大好きなんだ。黒ビールとか、レッドアイとか。レッドアイはトマトジュース入ってるよね。そう。色がついてるビールが好き。単純な女だな。そうだね。これは、でもちょっと苦味もあるよ。まあ、ただアルコールは他のやつに比べてちょっと低めだけど。そこがちょっと注目ポイントだよね。あ、そうなんだ。うん、気になる。というわけで、浜黒に乾杯！乾杯！うわ！やっぱりさ、期待を裏切らないよね。裏切らないわ。うん、濃い。匂いはフルーティーなのね。うん。なんだけど、口に入れたらね、もう苦い。苦い。うん。フルーティーな香りで苦味が楽しめるって感じだよね、うん、苦味が好きな方は結構いいかも、うん、でもさ、そんなに重くないよね。音で言うとさ、そこまでこう重低音突っ込んできてないって感じだよね。でもなんか裏で重低音は結構どしどし鳴ってんだけど、裏は鳴ってんだけど結構コンプかけられてて叩かれすぎて出てこないみたいな。黒ビール好きな人は本当好きだと思う。うん、好きだと思う。ビールとコーヒーを割ったような感じだね。そうだね、そうかも。後味の苦さがめっちゃコーヒーみたい。うんうん。豆。豆。いただきました。豆すりつぶしてるみたい。なんかね、しっかりしてるんだよね。というわけで、浜黒全部飲みました。ごちそうさまでーす。9種類飲み比べしてみたんですけど、どうでした？楽しかった。こんなことしたことないもんだ。ないよね。私もでも、うん、お酒好きだけど初めて飲み比べっていうのは嬉しかったですね。せやの、まあ、小麦を使ってるとか身近に感じたんで。そうだね。これからも地元のことだったりとか、横浜そして神奈川でこういう食べ物あるよとか、こういう飲み物あるよとか、おすすめのあったらぜひちょっとコメントに残してほしいなと思いますし、うん、あとラジオの方にもあのメールもいつも随時募集してるので、ラジオにもメール送っていただければなと思います。えい。というわけで、今日は一緒に飲み比べてくれた相棒、シンガーのミキティでした。ありがとうございました。めっちゃ楽しかった。ありがとう。ありがとう。ちなみに、あの、一緒に歌ってる動画もあるんで、ぜひ、そっちもチェックしてください。で、今日はですね、あの、横浜のクラフトビール、横浜ビールの紹介動画でした。イエーイ。イエーイ。ぜひみんなも飲んでみてください。飲んでみてね。では、また会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。